はいどうもポンポンゆうたです。今日の動画はですね、最近買ってよかったものを紹介したいと思います。独断と偏見で買ったものを紹介するんですけども、でも本当に男子にも女子にもおすすめできる商品もありますので、もしよかったら最後までお付き合いください。じゃあ早速一つ目紹介したいと思います。一つ目はこちらです。じゃじゃーん、クレアスの3点セット美容品、こういう感じでございます。はい、これクレアスっていうね、韓国のお化粧品なんですけど、このね、あの茶色いのが化粧水の役割を果たしてくれてます。これ結構量あるんですごい長く使えると思います。はい、これがスポイトみたいのついてるやつがビタミンドロップって言って、これがですね、あのビタミン C をですね、肌に吸収、直で吸収してくれるっていうことなので、これ買いました。でこっちの方が乳液かな、乳液みたいな役割を果たしています。でこれね、中開けてもらうと僕分かるんですけども、ちょっとね、なんかこのゼリー状プルプルしてるんですよね。分かるかな、ゼリー状になってまして、でこれね、あのほんとちょっとだけお肌に塗るとすごいあのテッカテカというか、すっごい保湿してくれるんでおすすめします。でこれ9点っていうね、あのサイトで、あの全部これ3つで6000円ぐらいだったんで、まあまあそんなに高くはないかなって思ったのと、あと友達の女の子に教えてもらって、こう、私これ使ってからあのファンデーションを塗らなくなりましたって言われて、マジでちょっとびっくりしたんでおすすめします。詳しく知りたい方、多分ねクレアスって検索するとこれだけをあの紹介している動画とかもあるので、ちょっと気になったら見てみてください。クレアスでした。続きまして、ドン、オスモポケット2でございます。これカメラでして、 Vlog とか最近流行ってるじゃないですか。で僕も Vlog とか、まあ、YouTube を撮るために買ったんですけども、手ブレをね補正してくれる機能がついてまして、歩きながらこうやって撮ったりとか、画質もいいし夜にも結構強いので使い勝手がいいなと思って買っちゃいました。ちっちゃいんで持ち運びがすっごい便利です。軽いし、ディズニーランドとかお花見とか公園に行ったりとかもすごいおすすめですので、 DJI のポケット2でした。ありがとうございます。続きまして、またちょっと美容品みたいになっちゃうんですけども、こちらでございます。じゃーん、オルナオーガニックヘアエッセンスって言います。はい、これはですね、ヘアオイルみたいな感じなんですけども、オイルみたいになんかベトベトせずにただただサラサラさせてくれるっていうものでして、知り合いのヘアメイクさんが使っててすごいサラサラになるよって言われたんで使ってみたら、もう本当にサラサラになりました。でこれしかもアマゾンで2000円ぐらいで買えたんで、 80ml なんで、まあまあまあ女子の方でも本当に2、3ヶ月は使えるんじゃないかなと思っておすすめします。はい、オルナオーガニックヘアエッセンスでした。ありがとうございます。続きまして、ここからちょっと人的なあれになっちゃうんですけども、4つ目こちらです。じゃじゃーん、ニューヨークヤンキースのベースボールキャップ、ニューエラですねこれ。はい、これ今更なんで紹介してんのかっていうと、もう最近買ったからなんですけども、あんまり僕持ってなくて、でも王道なんですけど、やっぱり衣服は持っときたいなって思ったのと、やっぱダンスするので結構こう目深にかぶったりとか、ストリート系のね格好するときはやっぱりもちろん一番似合うし、逆にトレンチコートとか綺麗めな格好したときに頭これで遊び心というかストリート感を取り入れてみるっていうのもすごい便利な商品なので、もう本当にこれは王道すぎるんですけども、まあ、3000円ちょいで買えるんで、まあ、1個持っとくと結構便利かなと思います。女子にもインスタグラマーさんとかも被ってるんで雰囲気もね結構出るんで、キャップでした。ありがとうございます。次で最後になるんですけども、こちらでございます。じゃじゃーん、高円寺のブラブラ動画でも紹介したんですけども、ヴィンテージフレアバギーパンツでございます。でこれね、あの緑色なんですよ。春に向けて明るい色を取り入れたいなって思って買ったのと、裾が最近僕もハマってるんですけど、流行りのフレアになってまして、裾広がってる形ですね。と他にちょっと違う点があって、バギーパンツなんでちょっと太ももがちょっと太めになってて、ダボットも着れるんですけども、素材がスラックスっぽい素材になってるんで、ちょっと綺麗めにも合わせられるかなって思って、幅広く活躍してくれるなって思ったので購入させていただきました。これはまあ古着屋さんなんですけども、まあ、似たようなのもゾゾタウンとかでもしかしたらあると思うので、絶対はい、フレアのパンツをですね購入しました。まあ、以上ですね、僕の最近買ったものということで、今日は以上になります。好評だったらまたあのこういうの良かったよっていうのも紹介したりとかっていうのを動画にしようと思うので、チャンネル登録と高評価、
コメントよろしくお願いします。ということで、またの動画でお会いしましょう。バイバイポンポン。